主事の言葉は、芥川龍之介の随筆、稽古集。大正十二年から、芥川自殺の年である昭和二年にかけて書かれた。また、文芸春秋社の雑誌に、1923年1月号から1925年11月号にかけて連載された。なお、1939年に軍人を侮辱しているという理由で、次番改定の処分を受けている。 題名の主事とは、体の小さい人、また、知識のない人の別称また、俳優の衣装でもある。という、主事の言葉の序に始まり、という、ある夜の感想で終わる。例えば、危険思想のや、ユートピアのなどのように短い文句が節としてまとまった、形式をとっている。芥川の晩年の作品として有名、月刊誌。 文芸春秋2 1923年1月から毎月のように関東を飾った。弁護以下、ある夜の感想までは以降として同志の1927年9月号に掲載された。アンブローズ・ビアスの悪魔の辞典に影響を受けた作品とされる。ちなみに、ビアスを最初に日本に紹介したのは芥川だった。またアナトール・フランスの エピクロスの園を土台に作られた作品とされる、主寿、主寿、主寿、言葉んく、主寿の言葉の女子身長文庫、主寿の言葉、正方の人の解説による、ありがとうございます。